さあ、ここからがハイライトだ。信じていた仲間に裏切られたセントに対する、ネットの反応をお送りするよ。なお裏切ったのは左翔太郎。なるほど、確かにお前はビーザワンしてないな。ああ、彼女持ちか。ビルド組だと一番モテなさそうだよね。武器完成したら、周りに人いるのに喜びの規制上げながら振り回すやつだからな。いろんな意味で近寄りたくない。それにバイト1日で辞めた翌日に、ニヤニヤしながら店に入ったり相手の苦手なものやアレルギーを知った上でそのお店に行ったりとか。中の人を、これでもちゃんと仮面ライダー俳優として正義の味方の矜持も持ち合わせてるし、どういう精神構造してんだろうな。サイコパスだけど人の言うことは聞くタイプなんやろ。この性格のまま外に出したらまずいから、2年間仕事もらえず事務所でひたすら勉強させられたからな。なおそれを見た事務所内の先輩方は誰だあいつ、何しに来てるの、と困惑してた模様。葛城匠と佐藤太郎のモテない部分を引き継いでしまった男だからな。なんなら元ネタの2人の方が結婚しそうまである。あと生き残ってそうな仲間って誰だ。実際1人だけ彼女いないし、辛いがいモテそうな要素もない。つまり全部じゃねえか。やーい、お前だけベストマッチな彼女がいない。煽られて剣崎も彼女できなさそうだしって言おうとしたけど、節とかシャレにならん理由があるから、さすがに口にできなくなったセント。セント、でも、トートはヤバい女ばかりと笑われるフートと違っていい女がいる。理由が、そうだな、俺も理解のある彼女がいた。セント、カズミ、なんで自分で言ってダメージ受けてんだこいつ。まだ北条 M とアルト社長がいるから安心しな。その二人はなんか別に彼女いなくてもくらいには可愛いでそうなのがね。セントの性格だと、経験なくても常にイチャイチャできる女の子がいる時点でギルティじゃねえ。社長にはイズがいるから問題ないし、M もポッピーいるし、M って実はポッピーが好きで、社長はイズがいれば十分なんだ。女とのフラグがないのはセントだけ。社長とイズは、社長の方がそういう目でイズを見るかはわからんが、イズの方は社長がその気なら拒みはしないくらいには社長のこと好きそうだし、社長はイズがいるからユダでしょ。匠に愚痴こぼしに行って、僕も今度結婚するんだよね、親戚として招待するよとか言われてほしい。匠にそう言われてとぼとぼ帰る最中に、佐藤太郎結婚の記事見て、さらに昇進で落ち着くため店に行ったら、頭がサンバガラスたちと彼女たちの結婚祝ってるところ見てほしい。ジーニアスフルボトルを再度作り上げるレベルの絶望。犬井の方の匠もマリとベストマッチしてガッチャンコしたしな。トシキがあそこまでたくまりきぶりしてるとは思わなかった。いやパラロスも相当だったな。本気で押してなかったら、キバも草加もサヤもミナもレイナも殺されないと思うよ。性格的にも葛城匠の方がまだ彼女できそう。うつみはどうだろう。新世界うつみはなんか聞かれてないから答えてないだけで、将来を考えてる彼女がいますパターンありそうな気がする。変な計画はなく、孤児たちを集めて真っ当に育ててる新世界難波重工とか普通に男女関係できてそうなんだよな。内心まだ小説版があるとか思ってそう。小説がダメでも漫画でまだチャンスがある、とか思ってるだろ戦闘。エボルト王、まだわかってないようだな。いいか、ときめも翔太郎も、初めて出会った時点でもう惹かれ合っていたんだよ。だからお前は、翔太郎は一生独り身だと勝手に信じていたに過ぎない。それに、美空を取られた今、遅かれ早かれ味わうことだ。それとも、本気で誰も女と付き合わないとでも思ってたのか。だとしたら、脳天気にも程がある。彼女ができたエボル、お前が言ってたラブってすげえなぁ。俺の破壊衝動も薄れちまったよ。やっぱ大事なのはラブとガールフレンドだよ。そうは思わないか。戦闘、君の恋人はタンクだ。タンクしかない。タンクを司る女性を探せ。陽太郎、渡る、タケルが結婚確定しているのがなんかすごい。しんのすけ。作中でがっつり結婚して、息子も確定してるからなかなか触れられないよね。なんだお前その顔面偏差値できたか一家は。嫁さんところのお父さんも中身はともかく、面はいいもんな。父親、竹内龍馬、母親、内田理央、息子、新田真剣佑、なんだこの化け物一家は全員売れっ子じゃねえか。そうやってみんな売れっ子になっていくから、仮面ライダーに出ていた過去がおざなりにされていく。
ぶっちゃけ、しんのすけの恋愛周りはモテなさそうなところ以外ネタがない。あ、はい、順調で順当でしたねとしか言えん。げんちゃんでさえなでしこちゃんという彼女がいるからな。あれ、おえいじはどうだっけ？おえいじはほら、力持ちの子がいるやろ多分。げんちゃんが童貞でもそれはミサを立ててる感がすごいからな。死んだから大丈夫。セントがモテないのって7割くらいエボルトのせいでは。いや普通に性格でしょ。あの性格はモテない。あの性格だってエスルギ総一との生活の中で培われたものだし、カッコフルエゴエ、エボルトがなんか変な導きをした可能性。盤上の行為にはちゃんと気がつくのにおかしいな。一気、よかった。俺のこと触れられてない。君は弟と他の男性、カッコパパさん除くが結婚するイメージが湧かないから、相対的に結婚できそう。大事、ヒロミ、カリザキ、ヒカル、タマキ、オルテカ、確かにどいつもこいつも結婚するイメージがない。強いて言うならヒカルがサクラとワンチャンありそうレベルくらい。あんな可愛い幼馴染いるんだしお前ワンチャンあるだろ。エゴイストでおせっかいなのがたまに傷だけど、裏を返せば筋が一本通った面倒見のいい兄ちゃんだし、顔は前田健太郎だし、実家は家族円満だし、20代ならまだまだチャンスありありだよ。むしろ俺は同じピンクのライダーで、もうそろそろ40になるだろうに一緒に旅してたことも別れて、フラフラしてる破壊者の方が心配になってきたぞ。翔ちゃんハーフボイルドがたまに絆だけで、そもそも街中の人に顔が利くくらいのスーパーコミュ強だから、ガチヒモテが仲間意識持つのが間違っているのでは？なんならハーフボイルドもカッコつかないって点ではマイナスだけど、可愛らしさと言い換えられたりするしな。マジでハードボイルドな時とのギャップもいいし。本人がハードボイルドになろうと意識してない時が、皮肉にも一番ハードボイルドしてるんだよな。V シネのまぶちをセントに当てがえばよかったんじゃ。それだと盤上がかわいそうなことになる。知るか、つうかなんで盤上が増えてんだよ。新世界ではどっちの盤上にも彼女いるし、盤上ってどの世界線でも彼女いそう。セントは、他にも女っけ主人公は結構いるのにセント以外は気にしてなさそう。これで小説版ヒロインがブラッド族の異端児みたいな方向性だったら笑う。彼女と織り越して異端児の父になるかもしれない。いやほら、我が魔王も彼女候補いないからセーフセーフ。つくよみはゲイツとの方がフラグ立ちそうだし。我が魔王はその辺ちょっと超越してそうだからな。まあちょっと頑張ったらしれっと彼女作ってそう感も半端ないんだが。お前らこれで小説かなんかで、真っ当な彼女ができてゴールインして終わりだったらどうするんだよ。まずそんな奴いないだろうけど、その時は祝うよ。だから今はいじれるだけいじる。翔太郎は一見カッコつけだが内面を知るほどカッコよくなる。セントは外見と心情はカッコいいが内面を知るほど離れたくなる。ビルド以降のライダーは全員女性ライダーがいることに気がついたセント。改良した女性用のピンク色のスクラッシュドライバーを作り上げる。これで俺にも彼女ができる。漫画に出てくるヒモテのマッドサイエンティストそのものの発想、そういうところだぞ。小説家はいろんな意味で達観してるし、彼女できる前に父親になってしまったからな。小説家は本人は達観していても、女の方がほっとかないスペックしてるからな。その気になればいくらでもモテそう。セントのようなダメさは全くない。まあ彼女できるかどうかはともかく、できたら絶対に大切にするタイプだろうからな小説家。デートの約束も絶対に遅刻しないようにするだろうし、一緒にいる時は仕事の話は持ち出さないとか、そういう細かい気配りもできるだろうし。葛城匠の結婚と佐藤太郎の熱愛を知ってとどめだ。と馬は彼女はいないが、その気になれば余裕で彼女できるスペック。セントは彼女はいないし気候が激しすぎてできない。この違いはかなりでかいんだ。大魔事を考えたらお前の老後も一人ぼっちとか言い返せるけど、あまりに心なさすぎるから言い返せないんだ。剣崎も化け物だから彼女できないけど、これ言うのも心なさすぎるから言えないんだ。言えなくするこいつらずるだろ。気流セントの全てを閲覧した。モテるけど結婚しなさそうなのは天道。響さんもなんだかんだで恋愛して結婚しそう。というか子供にまで影響を及ぼしかねないハザードレベルの時点で、一生無理ですよね。